オンラインの医学部受験生向け、そして英語専門の学校が開校しました。専門用語と背景知識、両方学べる非常に面白いチャンネルとなっておりますので、そして皆様からの質問バンバン受け付けますので、大ドンですね、これは A オーター、動脈ですね。これアオルタ、アオルタって、ね、同じ読みを現場でしてますけどね、正しい英語の言い方は A オーターですね。ハローで始まりました。モテチャンネルです。今回はですね、そうです。まあもうタイトルにある通りなんですが、医学部英語専門塾ブレイブ、オンラインの医学部受験生向け、そして英語専門の学校が開校しました。はい、ということですね、私のコンサルした塾、まだやってるからどっちなんだが、ついにオープンすることになりました。このチャンネルにもですね、出てくれたですね、同時通訳者で現役医師、千葉大学部出身のですね、上田明先生。まあすごい経歴。同時通訳者ですからね。もう英語全然できなかったとこから同時通訳者になって、その後社会人で医学部に入ったっていうすごい人です。その方とですね、コラボした時に自分のこのやった勉強法を残したい、それで塾を作りたいと言ったその日からこのプロジェクトですね、動き始めまして、そこで僕は、ああ、だったらコンサルとかやりますよって言って、本当に実現しましたね。かなり準備を重ねてきてですね、無事オープンすることになりました。でオンライン予備校で、まあ、講師と1対1でね、授業をするという形になってます。上田先生自体のこの解説っていうのもやっぱコンスタントに見てほしいということで、YouTube のチャンネルも開設しました。この後流しますけども、医学部英語受験塾ブレイブ、YouTube のチャンネルも開設しました。そこでは今はですね、上田先生が医学用語を解説しています。やっぱなかなか医学用語を学べるチャンネルとかもないと思いますし、医学部の勉強するときに、まあ英語のプロの先生はいっぱいいると思うんですけど、英語のプロだけじゃなくて医学界も本当に詳しい現役医師でやるって人なかなかいないので、その現役医師がどうやって英語勉強してきたのか、まあ、なんたって医学の通訳する人ですからね、どうやって勉強してきてるのか、そしてどうやってこの用語とかね覚えてきたのか、さらにはその医学部時代とか医学生時代、そして医者になってからの経験を交えて背景知識を学べるっていうですね、ここが大きいと思うんですよ。そう、医学用語って中とかついてることも結構多いんですよ、医学部って。でもそれ中がついてて、その日本語を読んだからってわからない背景知識っていっぱいあるわけですね。だからその医学用語に関する知識を教えてほしい、そういったチャンネルが欲しいと思ったので立ち上げました。で、まあこれからコンサルしていきますので、編集だったりとか上田さんの教え方とか画角とかですね、いうのも変わっていきます。僕はコンサルしていくので、そう簡単にできるもんじゃないんですよ。授業の配信ってなかなか難しい、大変なんですよ。そう簡単にですね、スパッとね、うまくできるようなものではないので、ぜひですね、この進化していく様子もですね、見てもらえればいいなと思ってるんですけど、まあ一緒に育てていってください。そして皆様からの質問、バンバン受け付けますので、そのブレイブのチャンネルでいろんな質問を書いてください。それに、上田さんがこれから答えていってもらいますんで、そういう質問コーナーとかもどんどんやっていきたいと思ってます。ブレイブの方にね、質問をどんどん入れてください。そしてまあ、英語勉強してる、英語オタクであるっていう人たちも楽しめると思います。相当マニアックな専門用語いっぱい出てきますので、専門用語と背景知識両方学べる非常に面白いチャンネルになっておりますので、ぜひ見てください。でも授業動画ブレイブにも上がってますし、僕のチャンネル、このチャンネルの後ろの方にね、上田さんの授業の様子載せておりますので、ぜひ見てください。こんな感じでその編集マンに見せるときに、こういった形で編集していってほしいですみたいな感じで、自分が編集して、僕が編集したものですので、それも見てもらいたいなと思いますね。で、講師の募集もしておりますので、オンライン塾で英語を教えたいっていう方ですね、まあ、当然医学部のものなので結構な知識は求められるんですが、まあ、ぜひやってみたいという方はですね、下に応募フォームも載っておりますので、ぜひそちらの方に応募してみてください。いよいよ本当コンサルの仕事が、ね、3つのチャンネルコンサルしてるので、そのうちの1つがいよいよドンとやっていくんですよ。はい、でまあ、基本的にはその YouTube のチャンネルのコンサルをしますし、あとはまあブレイブは上田先生のメソッドを入れていくので、普通の英語の勉強をこうやっていくんだけれども、ちゃんと上田メソッドですね、をやっていく。例えば僕、上田さんの授業も受けましたし、その講師たちも上田さんの教え方を講習受けてますので、そういう塾になります。まあ、いよいよね、本格的にどんどんやっていきますので、いや、もう本当にね、シャレにならないぐらい広告単価が YouTube 落ちてますので、もうめちゃくちゃやばい。まあ、だって皆さんもわかるじゃないですか。動画見ててもさ、収益公開動画のところにもっと詳しく話しますけど、
めちゃくちゃ安っちい漫画のさ CM いっぱい流れるじゃないですか。えげつない下がり方してますね。でもちゃんとコンサル業の方もしっかりと力入れていかなきゃいけないんでやっていきます。では早速上田さんの授業を見てください。どうぞ。はい、今日の医学英語レクチャーですね、テーマは動脈と静脈です。今日のはお得ですよ。生物の基礎、ね、医学部にも入試にも役に立つ生物の基礎と、それと英単語が12、3個、ね、形容詞も含めて知識も整理して学びます、ね、非常にお得ですよ。でまずね、動脈静脈、これ僕もね医学部の時よく知らなくてね、皆さん動脈はアーティリー、静脈は弁、ね、英語すごく勉強してるわ、これ知ってるかもしれないですけどもね、まあ、日本語でも案外その違い分かんないんじゃないかと思いますね。で、まあ、見ていきましょう。まずね、この動脈静脈っていうのを理解するのにはですね、こう物流に例えるといいかと思うんですね。例えば私今東北にいますけれども、気仙沼港で魚が取りますね。この魚を各地に届けたいわけですよ。東京とかね、京都とかね、で高速道路を伝ってね、で何を届けよう、魚に当たるこの製品が O2、 つまり酸素だと思っておけばいいんですね。で各地に酸素、お魚を届けるっていうね。で高速道路で言うと、まあ、ここから出発しますね。気仙沼港が心臓ですね。心臓を出発して、それで高速道路を通って、それでインターチェンジでね、インターチェンジがこれは毛細血管ですね。毛細血管出て、それでお届け先に酸素、つまり製品、つまり魚を届けるわけです。で気仙沼まで帰っていきますね。その帰りが静脈、息が動脈と理解すれば分かりやすいと思いますよ。一つ一つ見ていきましょう。はい、まず心臓です。で出発点っていうのが酸素たっぷり含んだね、真っ赤な血です。酸素を含むと血っていうのは赤いんですよね。で出発点っていうのはね、ぶっとい高速道路ね、太い高速道路、これ大動脈ですね。これは aortaエイオータ、これね、動脈ですね。これ、アオルタ、アオルタってね、ローマ字読みを現場でしてますけどもね、正しい英語の言い方はエイオータですね。で、動脈、一般がですね、アーテリーですけども、これ、形容詞がですね、アーテリオ。例えば、京都行ったり、東京行ったりね、製品を届けるから、だんだん枝分かれして、この高速道路はだんだん細くなります。こう、細くなってきて、こう、細かくなっていくとね、名前が変わるんですね。アーテリオ。LE がつくんですね。で、これは、細い動脈、細動脈、あるいは小動脈で言いますね。L っていうアルファベットをイメージすると、これ細い線ですよね。で、それで覚えられると思います。で、形容詞になると、アーテリオーラー。ね、なります。アーテリオ、アーテリオーラーですね。で、このインターチェンジに当たるのが毛細血管ですね。毛細血管インターチェンジで降りて、それで酸素をこう放出する。お魚を届ける。酸素を届けて、まだ気仙沼港まで帰るかってね。その入るところね、これ静脈の出発点ですね。これは、capillary vein、capillary vein ね。capillary veins、複数形ですね。動脈、静脈をこう分けない言い方ね。vessel、blood vessel ですね。血管がありますけれども。分けない言い方としては、capillary vessels。キャピラリーだけでも毛細血管を表します。それで静脈系に入りますね。で帰り細静脈、細い静脈、これは venule ですね。形容詞になると venular となりますね。静脈 vein ですけども、 vein の形容詞、これね、artery の形容詞が arterial でしたから、それから類推すると venal ってなりそうですが、違うんですね。Venus っていうのが形容詞ですね。で、心臓ね、元の気仙沼港に帰っていきますが、その帰っていく時になった道が太くなって、これが大静脈って言いますね。日本語ね、これ Vena cava で、2つのラテン形を合わせてこう大静脈ね。Aorta は一つの単語でしたね。これが動脈静脈なんですけど、こう覚え方ね、語呂合わせがあるんですね。 A は赤いの A、真っ赤なんですよね、血の色がね。で A ですね、 AV ね、 AV って言ったらね、臨床の現場では看護師も僕ら医者も A が動脈、 V が静脈って分かるんですけどね、 V の覚え方がね、 Visual って言ったら覚えましょうね。 V の V、 ブー、ブーがブルー、青いですね。青いっていうかね、まあドス黒い色してますね、静脈の色ですね。まあ青って覚えておきましょうね。 Visual の10が静脈、まあこれで覚えられるかと思うんですね。まあこれが動脈静脈の違いなんですけれども、でもうちょっと説明を加えておきたいと思いますね。アーテリー、動脈ですね。これね、ドクドクしてるんです。ね、よく血圧測るとき、脈を取るときに、ここね、拍動してるでしょ、ドックンドックン、こう首当ててもドックンドックしてます。このドクドクしてるっていうのが動脈なんですよ。なんでかっていうと、これね、送らないといけないから、心臓がポンプとして出してるでしょ。そしたらね、こうドクドクするって息の血液だから、圧力が必要だから、それでドクドクするんですよね。ドクドクしてるっていうのは静脈じゃなくて動脈なんですよ。で血管壁は圧ですね、やっぱ圧力がいるからね、こう心臓が送っているポンプの圧力に耐えるために血管壁というのは熱いんですよね。でよく血圧測るでしょ、血圧を作っているのは動脈なんですね。それで動脈血の色っていうのは赤い、なぜ赤いかというと O2、 つまり酸素がたくさんあるからなんですね。で静脈です。静脈は
もうこのインターチェンジで製品をおろしました、お魚をおろしました、つまり酸素もお届けしました。酸素、魚がないからのトラック、つまり青い色のもう酸素が少ない血液なんですよね。で、血管壁は薄いんですね。帰りはその圧力がやらないから薄いんですよ。よく点滴を取るでしょ、こう具合悪くなったらお医者さんのとこ行って点滴してもらう、ね、あれ点滴っていうのは静脈で取りますね。これね IV と訳したりしますね。これ intravenous、 これ静脈ルートとか言ったりね、 IV とか言ったりしますけどね、静脈路を確保するというような言い方を印象で言ったりしますね。私のね英語の師匠、日本で同時通訳の第一人者の一人ですね、松本道弘っていうんですかね、最近動脈英語、静脈英語という言葉を使っています。どういうことかと言いますと、動脈英語というのは酸素をいっぱい含んだ生き生きとした英語ですね。まあ今までの英語教育というのは、まあ文例を覚えたり、丸覚えするんですね。まあそれで大学入試は通らなくもないんですけれども、まあそういうのはね、酸素の少ない、生き生きとしてない、もう死んだ英語、静脈英語という、それを呼んでますね。それの反対で動脈英語。もうたっぷりインプットして、もう臨機応変に使っていこうというね、そういう動脈英語。森田先生と松本先生とは、そのうちなんかコラボしそうなんですけどね、動脈英語、静脈英語っていう言葉が出てくるかもしれないですね。皆さんもこの動脈英語を使っていただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。はい、こんな感じですね。まあ多分ね、普通の授業じゃ見ることのできないものをこれで見ることができたと思いますので、ぜひですね、ブレイブの方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまあね、医学部で英語安定させたい方、ぜひブレイブよろしくお願いいたします。本当にね、一緒に作り上げてきた感じなので、そう、本当に全部ね、立ち上げからコンサル入ったんで、いや、面白かったですよ。このまあ YouTube チャンネルのそのコンサルがメインになりますけども、塾を立ち上げるところから関わったんで、ロゴだったりとかホームページ作るとか、ぜひ楽しみにしてください。塾や YouTube チャンネルのコンサルは引き続き募集はしておりますので、お声かかったらお声掛けいただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.